皆さんおはようございます。本日はメトリクスに関する講義です。朝9時からこんなに多くの皆さんにお集まりいただきとても嬉しく思います。最後まで皆さんを飽きさせない講義にしたいと思っています。さて私たちが追跡すべきメトリクスとはどのようなものでしょうか。まず自分がどのビジネスモデルに該当するかについて特定しましょう。多くの場合。 どの業界に参入ししようとしているかを考えますヘルスケアだろうかバイオテックだろうかそれともエンタープライズだろうかというふうにしかしこれはメトリックスについて考える上で最適な方法ではありません最適な方法はユーザーに対する課金方法つまり自社のビジネスモデルについて考えることです自社はどのビジネスモデルに該当するかを考えてくださいビジネスモデルは 大ままかに9つあります皆さんのうちの99%は9つのカテゴリの一つに該当するはずですがそうでない場合とてつもなく困難なもの私たちが言うところのムーンショット月のロケット打ち上げのような一大事業に取り組んでいると思われます。これからの時間は各ビジネスモデルとそこで追跡すべき3つか4つのメトリックスについて説明していきます。 率直に言ってこのステージでそれ以上の数のメトリックスを扱うのは負担が大きすぎますですからここでは追跡すべき重要なポイントを紹介しますまずエンタープライズビジネスモデルとは何でしょうかこれはソフトウェアまたはサービスを大規模エンタープライズに販売する会社です実にシンプルですがこれを行うスタートアップはほとんどありませんですから皆さんの中にも 最初からフェイスブックやグーグルアップルなどに向けて何かをローンチしようとしている人販売を計画している人はほとんどいないはずですしかしもしこのエンタープライズビジネスに該当する人がいるとしたら参考になるのが Y アアコンビネーターのポートフォリオの中でさえ最初からそうしたビジネスを手がけていた会社は ほんのわずかですしかし皆さんが大規模エンタープライズを顧客とする会社の一つである場合はこのカテゴリーに含まれることになります大規模エンタープライズは契約ベースで業務を遂行する傾向にありますですからこのビジネスモデルで追跡すべきメトリックスは3つと言えるでしょうまずはブッキング予約です例えば皆さんが Facebook と取引しているとしたら 彼らはエンジニアの採用サポートに関して「来年は10万ドルの契約を締結したい」のように言ってくるでしょう。そこで皆さんは「ブッキング額は個別の顧客数は収益額は」ということを考えます。ブッキング額と収益の違いを説明しましょう。Facebook は早い段階で契約を締結する可能性があり年間人の採用について10万ドルという話が 年初に来たとし,ますしかしこれは直ちに収益を認識できるという意味ではありません収益はサービスを提供して初めて認識可能になります契約で定められた人数全員を採用した場合でも年間契約の場合でも12等分して月割り計上することになります創業者によく見られる間違いはブッキング額と収益を混同してしまうことです契約を締結しているとしても 相手に何かを提供しているわけではありません契約内容の履行が始まってもいないのに収益として計上してしまうのは正しくありませんなぜならまだ何のサービスも提供していないからですこれは収益と言えません創業者は会社が収益を生み出しているか否かについて認識する責任があります2つ目の一般的な間違いは現ステージでの皆さんにとって より関連があると思われますその間違いを起こしてしまうのは Facebook から口頭で「契約金額は10万ドルの予定」と伝えられたような場合です彼らにとって10万ドルは大きな取引ではありませんが皆さんの多くにとってはかなり大きな取引ですしかしこれはよくできたオファーに過ぎずブッキングでも収益でもありません彼らと同意書を締結していたとしても何の意味もありません ですから書面で契約を締結してからブッキングとし契約内容の提供が始まってから収益として認識する必要があります2つ目のビジネスモデルはサースビジネスです。皆さんの大半特に B2B や他社へのサービス提供を手掛けている人はこれに該当するでしょう皆さん全員が s a ス s モデルを考えているはずです s a ス s は昨今の主流となっているビジネスモデルです 皆さんご存知のように Y コンビネータースタートアップであるセグメントアイアンクラッドサンドバーグもこれに該当しいずれも s a ス s モデルで開始したスタートアップでした s a ス s とはサービス型ソフトウェアつまりサブスクリプション定額課金型ベースのビジネスモデルで自社が提供するソフトウェアに対して毎月課金を行いますでは s a ス s で追跡すべき 4つの重要なメトリクスは何でしょう。サブスクリプションとは収益が継続的に発生すするビジネスですよね。これはつまり人々が心の底から求める何かを作り出せた場合彼らはそれを使い続け毎月支払いをしてくれるということです。ですから最も高いレベルで追跡すべきメトリックスは毎月どれくらいの儲けがあるか顧客が何を求めているのかを測る。 マンスリーリカーリングレベニュー月間計上収益となりますアニュアルリカーリングレベニューは年間計上収益ですこのフェーズでは会社は急成長し成長率は前週比30-40%となっているかもしれませんそのためアニュアルリカーリングレベニューをそのままランレートとして追跡するのが有効となりますつまり今月のマンスリーリカーリングレベニューが 3万ドルで確かな継続性が見られる場合それを12倍したものをアアニニュュルリリカーリングレベニューとすすべきですこのメトリクスは絶対的なもののみに着目するのではなくペースを把握するのに役立つため内部での使用にも有用です注目すべき3つ目のメトリクスはチャーンです何かをローンチする際はそれを使用しているアーリーアダプターのユーザーはごく少数でしょうが 彼らが使用を中止していないかどうかに注目し続ける必要がありますよね。サブスクリプションビジネスの場合に3人あるいは10人の顧客から月50001万ドル獲得しているかもしれないため1人の顧客を失うことは収益に多大な影響を与えます。そこでおすすめしたいのがグロスマンスリーリカーリングレベニューチャーンと呼ばれるものの測定です。例えば月初に 当月のマンスリーリカーリングレベニューは1万ドルと予想していたものの3000ドルを支払っていた1人の顧客がチャーンした場合3000を10000で除したものがグロスチャーンとなりますユーザーチャーンと混同させないようにしてください新規ユーザーを獲得しているのならユーザーチャーンを測定するとこのグロスチャーンがある場合でも 数字がよよく見えてしまいまいすよねそれはつまり急成長を遂げながら失ってしまったユーザーには注意を払っていないことになります解約を決めたユーザーから学ぶことは実に重要なのでチャーンは追跡すべきメトリクスです最後はペイドの有料カスタマーアクイジションコスト顧客獲得コストですここににいるるほぼ全員がオーガニックによる ユーザー獲得を行っていると思いますのでこれはもう少し後の段階の話となりますこのステージでの有料の手法によるユーザー獲得はお勧めしませんしかし何人かの顧客を獲得するためにちょっとした有料のマーケティングまたは広告をやってみようと試してみる場合には有料メカニズム経由でのユーザー獲得に要したコストを測定する必要があります例えば Facebook、あるいは自分が利用しているその他のチャンネルに1万ドルを支出してそのチャンネルから5人の顧客を獲得した場合そのためにいくら費やしたことになるでしょうかよくある2つの間違いを説明しましょうこの間違いはアニュアルリカーリングレベニューとは年間で形状的に発生する収益であるといくら強調しても再三見られる間違いですリカーリングが 最も重要な言葉です収益についてはサブスクリプションでない場合つまりリカーリングビジネスでない場合顧客が12ヶ月分の支払いを約束しておらずリカーリング収益があるビジネスとは言えません内部でアニュアルリカーリングレベニューを使用するようになるとああ形状的反復的なビジネスなのかと多くの人は考えます。しかし、しかこれは正しくありません リカーリング収益があるビジネスと言えるためには毎月収益を獲得するあるいは顧客に毎月の支払いを確約させる必要があるからです最も一般的な間違いはリカーリングレベニュー収益ではなく自社のビジネスを測定するメトリクスとしても実はあまり有用ではない年間ランレートを使用してしまうことですアニュアルリカーリングレベニューを使用するには形状的 反復的という重大要素を備えていることが絶対条件となりますそして2つ目のよくある間違いは実際には顧客は1回の支払いしか約束していないのにこれは経常収益ですとしてしまうことあるいはコンサルティングプロジェクトで2ヶ月目や3ヶ月目の支払いが行われるか確定的でないにもかかわらずマンスリーリカーリングレベニューに含めてしまうことですこれは マンスリーリカーリングレベニューではありません顧客が12ヶ月または6ヶ月の年間プランに登録しそれに基づいて支払いをしているような真に形状的反復的なもののみ含めるよう徹底してください3つ目はサブスクリプションビジネスですこれはコンシューマービジネスに関連しているビジネスモデルだと思いますこのビジネスモデルにはドラ、シェーブクラブやエプロン アスレテックなど多くの会社が存在し特にサービスとしてのサブスクリプションはコンシューマービジネスで非常に盛んになってきていますサブスクリプションはサースとよく似ていますが微妙な違いがあります継続的反復的なマンスリーリカーリングレベニューを追跡すべきという点では似ています皆さんの中にはネットフリックスの年間サブスクリプションを 契約している人もいるかもしれませんがあれはガツ単位で継続的反復的リカーリングなものといえますサースとの2つの違いはアニュアルリカーリングレベニューかそれに類するものではなく月間成長率そしてドルチャーンではなくユニットチャーンを測定することですなぜなら企業に向けての販売の場合サブスクリプションは高価であるのが一般的だからです企業が 2500ドルを支払っているような場合1人の顧客を失えば収益に対する影響は多大ですつまり収益チャーンに注目する必要があります一方、ネットフリックスの会員は毎月7ドルまたは10ドルを支払っていますここで重要となるのが顧客数であり成長率に留意すべきと説明したのもそのためですネットフリックスの場合利用しているユーザー数が 確実に増え続けるようにすするる必要があるからですまたユニットチャーンを測定すべき理由は10ドルを支払っている1人の顧客を失った場合は失うのは10ドルですが10ドルを支払っている1000人の顧客を失った場合は大きな金額を失うことになるからですそのため企業にプロダクトを販売するサースビジネスにおいて収益チャーンを測定するように サブスクリプションではグロスユーザーチャーンを測定すべきですそして「有料カスタマーアクイジション」コストはサースとほぼ同様で「有料マーケティング」の支出がある場合にはそれらのユーザー獲得に関連するコストを測定する必要がありますこの時オーガニックと「有料」のユーザーを一緒にしてはいけませんこのステージにある場合会社の成長は乱高下する傾向にあります 今月は80%の成長来月は10%の成長再来月は90%の成長という場合もありますよね会社は学習し反復しユーザーの心に響くものは何か解明しようとしているためこのような乱高下は自然なことです本当に重要なのはローンチ以降ユーザー獲得を開始した月以降は月平均成長率コンパウンドマンスリー グロースネーストを測定することですこれは直近月のマンスリーリカーリングレベニューを初月のマンスリーリカーリングレベニューで除しローンチ以降の月数に比例した成長率を減じて算出します。創業者がよくやる間違いは平均値でで見てしまうことですつまり今月は成長率 90%2 ヶ月目は同 10%3 ヶ月目は同80%を合計し 平均値を出すとどううなるでしょうか。突出した月があるため成長率はよく見えてしまいます創業者は自分に正直である必要がありますこうした成長率は23人のチームの時は問題にならないでしょうその後うまくいけば会社がスケールして10人のチームとなり目標を設定する時は成長率50%となれば大いに喜ぶものも出てくるでしょうが これは成長率の測定法が間違っているからでですす次ははトランンザクションビジネスですこれは過去810年に生まれたという意味で比較的新しいビジネスモデルと言えるでしょう先ほどと同じようにストライプやペイパルコインベースブレックス特に多くのフィンテック企業がこのカテゴリーに該当しますではトランザクション企業とは何でしょうか 安全なテクノロジーによる決済の世界では処理される決済額は膨大な金額になりますストライプを例に説明しましょう同社は多くのスタートアップ向けに決済サービスを提供しています各スタートアップの決済額はストライプで処理されますこれがトランザクションビジネスですがストライプは各トランザクションにつき手数料を徴収していますつまり 他社の決済額を処理する類のビジネスである場合トランザクションビジネスに該当すると考えてください取引総額グロストランザクションボリュームはプラットフォームを通過するトータルペイメントバリュー決済総額のことです例えばストライプが皆さんと同じステージであった頃の顧客数は30人でその30人全員のトータルペイメントバリューが例えば1億ドルで すべてがストライプで処理される場合それがトータルペイメントバリューとなりますしかしこれは収益ではありません収益は銀行口座に入金されるものですそれが皆さんの会社の取り分であり純収益と呼ばれるゆえんですストライプの例ではプラットフォームを通過する決済額の2.5%を徴収しており皆さんの会社での取引額の一部である このトランザクションビジネスの場合多くの顧客を抱えているのがごく一般的です1年経過した頃には1000から2000人の顧客を抱えているかもしれませんそこで追跡すべき重要なメトリックスはユーザーリテンションですユーザーがトランザクション企業のサービスの利用開始後6か月後あるいは12か月後にも それれを使いい続けてくれてくるるようにすす必要がありますなぜでしょうかトランザクション企業はユーザーのプラットフォームを供給しているからです。廃業していない限りユーザーがトランザクション企業のプラットフォームを使用しない理由はありません。彼らはどのようにビジネスを行っているのでしょうか例えば誰かがストライプを使うのを止めたとしましょう。彼らは廃業したのでしょうか彼らの決済は 別のの誰かかが処理ししているのでしょうかそのためトランザクションビジネスの場合はガツベースでのコフォートリテンション測定が非常に重要ですそして「有料カスタマーアクイジションコストは」はあらゆるケースで同じですが「有料チャンネルによるカスタマーアクイジションコスト」を測定することですしかし先ほど言いましたように皆さんは「有料マーケティング」に手を出さないことが望ましいです ここでよくある間違いは取引総額と純収益を混同することです先ほど言ったように取引総額が1億ドルあってもそれは純収益ではありませんそれは自分の銀行口座に入ってくる現金ではありません口座に入ってくるのは1億ドルの2.5%です。これは非常に小さな数値ですからここでの収益とは取引総額であると理解する必要があります 私の元にやってくる創業者でしかし私が処理するのは取引総額なのでそれが私にとっての収益ですという人が大勢いますこうした言い訳は通用しません。純収益とは銀行口座に入ってくる現金でありユーザーリテンションはコホートメトメリクスですこれは一つの数字ではなくユーザーの30%が残っているといったものではありません。 私たちにとってそれは何の意味も持ちません皆さんにとっても同じです決済サービスを提供している場合は顧客の40%は登録後12ヶ月連続で利用してくれているという理解が必要ですこちらの方がより有用なメトリックスです次はマーケットプレイスビジネスです先ほど言いましたようにこれはトランザクションビジネスに似ていますが異なるものです 主にコンシューマー企業に見られエアビー &B や eBay はその恒例ですマーケットプレイスには2つのサイドがあり例えばエアビー &B ではホストとゲストがいますゲストがプラットフォームにアクセスし部屋を選び予約してくれればホストは満足しますこれがマーケットプレイスですではマーケットプレイスで重要となる3つまたは4つのメトリックスは何でしょうか まずはグロスマーチャンダイズバリュー流通総額ですゲストが部屋を予約するときホストは1番100ドルを提示すると仮定します1番100ドルで例えば2泊すれば200ドルですこの200ドルがエアビービーの記録しうるグロスマーチャンダイズバリューとなりますしかしエアビービーは200ドル全額を手にしないためこれは収益の根拠になりません おそらく Airbnb はグロスマーチャンダイズバリューの12%を徴収しておりつまり200ドルの12%が同社の純収益となりますその他2個のメトリックスはこれまで説明してきた他のモデルと同様でコンシューマービジネスにおいてより重要なメトリックスであると考えられここで追跡すべきは月平均成長率コンパウンドマンスリーグロースネートです それは顧客数が重要となるためであり複利計算で月間成長率を追跡して成長度合いを正当に把握することが非常に重要となります同様にコンシューマービジネスの場合は収益の継続リテンションは必須ではなくともユーザーリテンションには留意する必要がありますなぜならユーザーザ数が重要だからです。ここでは Airbnb に戻ってきた顧客の割合は エアビー &B は、それから6ヶ月、または12ヶ月後、その顧客を維持したかということが問われるでしょう。エアビー &B のケースでは、顧客が旅行する頻度が問われます。どなたかわかる人はいますか年1回でしょうか正解です。では、彼らは結果の良し悪しを、どのように追跡すべきでしょうか年1回でしょうかその通りです。エアビー &B が、 Y コンビネーターで学んだ後、コ個ーとのリテンションの確認が年1回の場合ビジネスが繁盛していることをどのような方法で確認できるでしょうか彼らは12ヶ月待たねばなりませんでした自社の顧客が戻ってくるかを確認するために12ヶ月待ちますか待ちませんよねここは創造性を発揮すべき場面ですそして創造性を発揮するためには ユーザーザの行行動を実すすることですつまり何かを予約しようとするとき旅行者は旅行前日には予約しないでしょう彼らは6ヶ月前からリサーチを始めますエアビービーはそれに気づき追跡したのはユーザーが都市に関する情報収集または予約のために少なくとも6ヶ月前に戻ってくるかどうかでしたスタートアップのこのステージで最も重要なことは「 ユーザーに望む行動を正確に、そして率直に認識し、自分のビジネスは本当に健全かどうかを測定するためのリテンションメトリクスを考案することです。皆さんはユーザーに望むことを理解しているでしょうかでは、ここでよく見られる間違いは何でしょうかこれは Airbnb にとって特に切実でした。なぜなら、彼らは需要サイドにお金をかけていなかったからです。 彼らは卓越しししたた。価値を提供していました彼らは実に優れたデザイナーストーリーテラーでした彼らは需要サイドにはお金をかけていませんでしたがホストを獲得するためにお金をかける必要がありましたなぜだかわかりますか自分の家を他人に貸そうとする人は皆無だったからです必死になって考えた彼らはイベントに広告を出す必要があると思い至りました 遅刻初期にホストを獲得するために、お金を費やす必要がありました創業者がここで最も起こしがちな過ちは、多くのユーザーをオーガニックに獲得し、少数のユーザーを有料で獲得し今月は100人のユーザーを獲得したから、カスタマーアクエジション、コストは12段のように、それらを混ぜてしまうことですしかし、有料広告チャンネルから獲得した人数を正確に測定していれば カスタマーアクイジションコストは70くらいになっていた可能性がありこれは持続可能か有料チャンネルのリターンオンインベストメントを把握しているかと自問する必要があります Airbnb のような特有の状況にある場合ビジネスの頻度がそう高くなることはありませんそれはユーザーが利用するのは年1回だからであり一方でホスト獲得のために お金をかける必要があるからですお金の支出先やそこから高いリターンゴンインベストメントを獲得できるかに注意を払うことは非常に重要です次は e コマースビジネスです e コマースビジネスは文字通り保有する特定の商品をインターネット上で販売しユーザーがそれらを注文するものでワービーパーカーボノボスミミボックスなどたくさんの会社が そのようなビジネスを展開していますこの e コマースというカテゴリでは会社は商品を製造または他から調達しますが最終的には商品を自社ブランドで販売し顧客はそのブランドに惹かれて購入することになります先ほどと同じようにこれはコンシューマービジネスでありここで追跡すべきは月間収益となります注意すべきは形状的反復的 リリカーリングなもの、サブスクリプションではない場合ユーザーは日常的な商品を今月は購入し翌月購入する可能性はないのでここで追跡するのは単なる収益であることです消耗品を扱うビジネスである場合月間収益を追跡する必要がありますここでも同様にガス平均成長率コンパウンドマンスリーグロースレートの追跡が 非常に重要となります e コマースでは当初から売上総利益グロスマージンの追跡が重要となりますなぜなら会社は商品を製造または他から調達し自社ブランドで販売するからですつまり商品1個あたりで利益を獲得できるよう商品を調達するために必要なものやコストを理解することが重要になりますそして リカーリングビジネスではない e コマースにおいてはこれがより重要になります取引ベースで利益が出るよう徹底させる必要がありそのために売上総利益を追跡することが重要です有料カスタマーアクイジションコストはその他すべての例とほぼ同じです e コマースにおいてよくある間違いですが売上総利益の計算にすべてのコストは含まれていませんこれに関して うまくやっているのがアマゾンでアマゾンは非常に少ないマージンで商売しているとよく言われますが実際には全てのコストを控除した純利益を追跡ししていますしたがって取扱い量が多ければ純利益×取扱い量で獲得利益の多いビジネスとなりその利益を将来の投資に投入することができます e コマースに関してよく見られる間違いは「 例えば自分が買ったクリップのコストが10ドルと分かっている場合そこに輸送コストや顧客処理コスト支払い処理コストは含まれていないと考えることですそれらのコストを含めなければ最初の取引から正しい価格設定ができていないことになるためこれは実に重要です次は広告ビジネスです昨今は広告ビジネスの会社が非常に少なくなっていますしかし もしこの分野に参入する場合には競合する大手としてはスナップチャットツイッターレディットがありこれらはいずれもさまざまな理由から人々が集まる巨大なソーシャルネットワークを有しています主なマネタイゼーションモデルでは広告主がネットワークで広告活動を行い会社は広告主から収益を獲得していますつまりこのステージでは 広告ビジネスでのマネタイゼーションはおそらく不可能であるためここではユーザーが鍵を握っていますデイリーアクティブユーザーマンスリーアクティブユーザーログイン率がメトリクスユーザーに関して重要なメトリクスはデイリーアクティブユーザーマンスリーアクティブユーザーそしてログイン率の3つのみですでは会社のアプリを毎日毎月アクティブに使っているユーザーとは 誰なのでしょうか毎月使っているのは誰なのでしょうかログイン率とはユーザー名とパスワードを使ってログインしているアクティブユーザーの比率です私が多くの例を挙げることができるよくある間違いはアクティブととは何かを定義しないことです例えば3から4年前だったと思いますがか間アクティブユーザーをメトリクスとしたある会社がありました私はその会社に アクティブとは何ですかと尋ねた記憶があります。私が思い浮かべたのは、その会社のプロダクトを読んだり、利用したりしているユーザーでしたが、その創業者から帰ってきたのは、私がその人宛にメールを送信した場合、その人はアクティブユーザーです。という言葉でした。これは、アクティブユーザーとは言えません。アクティブとは何か、もう一度や B&B の例に戻って考えましょう。 自社のアプリを作成する場合には読まれた回数やコメント数がアクティブを意味するのでしょうかこれらは正確に定義する必要がありそれができなければ人を引きつけておく魅力のない何かを作っている可能性がありユーザーはあっという間に離れていくでしょうそんなビジネスは取り組む価値があるとは言えませんよね ですからアクティブとは何かを確実に定義しそのメトリックスを注視していく必要があります次はハードウェアビジネスですこのビジネスでは最終的にはデバイスを販売しているため e コマースと非常によく似ていますですからフィットビット GoPro Xiaomi はハードウェアビジネスと言えますご覧いただけますように追跡すべきメトリックスとして月間収益と月平均成長率 コンンパウンドマンスリーグロースネートが挙げられている点で e コマースとよく似ています特に注視すべきは売上総利益、グロスマージンです。このモデルで最初から利益を得ることができれば重要になってくるのは有料カススタマーアクイジションコストです。さてここまで9つのビジネスモデルについて説明してきましたが最後によくある間違いについて説明してから 質疑応答の時間に移りましょう。これは非常に多くのブログで取り上げられているので、皆さんもご存知かもしれませんが、右肩上がりのチャートというのは魅力的に見えるというものです。しかし、どんな累積チャートも右の上の方に推移していきます。理解してほしいのは、累積チャートを使用する論理的な根拠はこの世に存在しないということです。私が知る限り、累積チャートを使用しながら、 スケールしている会社は1社もありません。累積チャートは使わないでください。私が見てきた2つ目の間違いは Y 軸のラベリングをしないことです。先ほど言いましたように5から7人のユーザーを獲得するだけでも会社はスケールします。適切な Y 軸のラベルがわからずチャートがただの垂直線のように見えるならそれは何の意味もありません。3つ目の間違いは Y 軸のスケールを変えることです。 これは私が全く理解できなかったことですが非常に多くの会社が X 軸はゼロから Y 軸は安全圏からそれぞれスタートするということをやっていますそうしたチャートからは会社の成長度合いは正確に把握できません自社の問題を示すことですちなみに Y コンビネーターにおいてチャートが右上肩に推移しているスタートアップはありませんでしたそうした例は 全くありませんでしたした最も成功を収めた会社でもそうしたチャートではありませんでした私が思うに最も重要なことは物事を正直に測定し修正することです右下がりになる時があっても構いませんそして私たちが日頃から言っているもう一つの点は比率しか表示していないチャートは使わないことですグロス収益チャーンであろうと月間成長率であろうと 測定しているものが何であろうと絶対数と絶対数を比較対象とした割合を明確にすることが非常に重要です私はアンドリー・セン・ホロウィッツ在籍中にメトリクスについて詳細に論じた投稿もしており参照したい方のために2つのリンクを載せておきましたしかし皆さんのステージで重要なのは3つか4つのメトリクスだけです皆さんのビジネスが これら9つのビジネスモデルのいずれかに該当し、本日の講義から得たものがあれば幸いです。どのビジネスモデルでも、2つか3つのメトリクスから始めることができ、そうすることがここにいる全員にとって、幸先の良いスタートになるでしょう。ありがとうございました。